黙祷。家族、友人や地域の人々とも離れ離れになってしまいましたが、生まれ育った双葉町をいつまでも忘れず、これまでにかけていただいた恩情を忘れることなく、自分たちのできることから少しずつではありますがお返ししていきたいと思います。現実を受け入れられないままたくさんの人との別れがありました。それまで当たり前に過ごしていた日々がどれだけ幸せだったかを痛感しました。ふるさと双葉町の一日も早い復旧復興に貢献できるよう努力していきたいと思います。